こんにちは、ビハイア株式会社の松村です。新しくですね、ニュースが入ってまいりましたのでご紹介いたします。第27回東京国際映画祭庵野秀明の世界開催決定。庵野監督初の、特集上映ということで、こういったニュース入ってきております。庵野秀明さんといえば、エヴァの監督で非常に有名な方かと思うんですけれども、今回ですね、国際映画祭において、10月23日からですね31日、こちらの大型企画として、庵野秀明の世界、こういったものを実施するということでニュースになっております。またですね、どういった上映ラインナップかというところはですね、発表されていませんので、そういった部分、8月にですね、東京国際映画祭記者会見にて、他の作品と同時に発表ということになっておりますので、どういったラインナップになるか、分かり次第ですね、またこういった形で配信してまいりたいと思います。もしよろしければそちらの方もぜひチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。